6月の28日、金曜日です。午後の3時になりました。さあ、本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日、ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、今日の京都はね、もう朝から、 本格的な雨模様です。ちょっとお昼過ぎ今、雨がしとしとと弱まってきましたけれども、もう今日はですね、通勤時間帯、朝の8時、9時台はこの辺り、跳ね返る水しぶきで裾が濡れるほど、本当に激しい大粒の雨でした。今日会社一番乗りで入ってきたんですけれども、もう全身ずぶ濡れになって、 で,で、さらにですね、お庭。今日はこれ、楽旅京町屋の2階からお届けしています。奥に見れるのは、あの、白い壁が、蔵の壁。で、松の木など、緑が少し見えておりますけれども、今日は楽旅京町屋の2階からお届けしているんですが、1階の路地と洗剤、つまりお庭の方は今日、今朝はですね、もう、地仙、回遊式庭園かと思うような <laughs>、 あのお庭の中に水が溢れ返っていまして、もう排水が全く追いついていませんでした。手水鉢ももう手水、こう流水のもう水が常に流れているようなあの手水鉢になってましてね。まあすごい状態でした。10時過ぎてちょっと雨足が弱まって、ようやく水が引いてきました。けれども、もえー、今朝は大変な雨になっています。 今どうもニュース見てますと静岡の方に線状降水帯が発生して。あの新幹線の東海道新幹線の沿線でしょうかね。まあ少し交通機関にも影響が出そうな、まあそんな集中的な雨になっているようです。皆様今日は一日全国的に雨がもたらされているようなんですね。ちょっとお気をつけいただきながら、お過ごしをねいただきたいと思います。はい、さあ、それではもう今日は早速いきます。今日ちょっと旅へ。 本日もどこかのお寺、どこかの神社へとトークで旅をしたいと思います。さあ、それでは恒例となりますが、この箱の中に入っている旅くじを引くことによって、本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。じゃきますよ。本日のトークテーマ。さあ、何が出るでしょうか。行きます。 あ,あ、ちょっと重なっている。真ん中の方行きます。こちら。こちらの旅くじを本日トークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が中身を一回見て、どんな内容か皆様にヒントを一つ、二つ、三つと出していきたいと思います。皆様そのヒントを聞きながら、あそこのお寺かないやい。 あそこの神社じゃないかな、など、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。わかったーという人はですね、ぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、さあ、どれぐらい京都を知っているか、腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。くじ改めです。いきます。さあ、本日は、どんなトークテーマが出てくるでしょうか お。その前に。逆さま。逆さまでした。さあ、今日はこれ文字数が多い。長い！ただ、まあ,あのぴたりぴたり当てなくても大丈夫です。あのお寺に。あれがお祭りされている。 ということなんです、はい、今日のトークテーマはあるお寺のお祭りされているものですあるお寺にお祭りされているものですちょっとこっち旅くじの文字を見るとかなり文字数がたくさんあって長い名前になっていますが これはもうピタリじゃなくても大丈夫です。お寺の名称は漢字3文字。そこにお祭りされている何かというのが今日のトークテーマです。まず、そのお寺。今ちょうどお庭もきれいなんじゃないでしょうか。実は、大きく分けると3つの お庭があるというお寺です。一つは、まあ禅のお寺にあたりますので、法上という建物の南側に白い砂の法上庭園があります。まあこれはね、一般的な感じで、特に、まあ、文化財指定というわけではないんですけれども、まあよくよく法上の前、縁側に座って眺めれば、 心落ち着くような枯山水の庭が広がっています。で皆さんがそらくこのお寺に行く時はこの枯山水の北条庭園ではなくて裏側に池のお庭が西と東に広がっています。で皆さん一般的に観光ではこっちの西側の庭ここがね お抹茶をいただきながらそのお庭を眺めておいしいお菓子とお抹茶をいただくこともできるんですがおおよそこの西側のお庭にスリッパを履いてぐるりと池の周りを見学することができますうわー素晴らしいお庭ちょっと小高いところにはお茶室もあって というようなお庭なんですが、実は、そうですね、京都検定の本にも書いていましたでしょうかね。その西側のお庭よりも東側のお庭の方が、このお寺にゆかりのあるお坊様が作ったと考えられているんです。ただ見た目、あちょっと木々が多くて、 先ほどの西の庭は整えられた美しさがあったけれどもこっちの東の庭はあちょっと荒れてるとまでは言いませんがちょっと先ほどの綺麗のなお庭とは趣が異なるなという印象があると思います。しかしか実はそっちのお庭ののの庭方に室町時代初めの頃の あのお坊様が作ったとされるお庭が残っているんです。その方は、室町の初め、南北朝時代、朝廷天皇からも、将軍家からも、大変熱い信仰を受けた方で、その方の代表的なお寺といえば、嵐山の天龍寺。 または手がけた庭は天龍寺の草原地庭園や南に苔寺としてその見事な庭が今も残されていますその方がこのお寺の東の庭も手がけたと推定されていますということでそのお寺の今日のトークテーマですからこっちは そのお寺で歴代お祭りをされてきた人々のあるものが今もずらりと並んでいるんですさあ皆さんわかりましたかもうこれ全然わからない人はもう今どこのことを言ってるんだと庭は出てくる枯山水ある天龍寺の話題もあっ 分かりましたかね本日のトークテーマはこちらです。当寺院、足利歴代将軍の木像ということです。分かりましたかまず、この当寺院、 室町幕府の初代将軍でありました、足利尊氏ゆかりの寺として建立されます。今から700年ほど前の鎌倉幕府を滅ぼして、後醍醐天皇とともに新たな世を作り出した一人がこの足利尊氏公。ただ、足利尊氏は後に後醍醐天皇に反旗を翻し、その対立が後の 南北朝時代の騒乱へと繋がっていきます。そんな中で、この東寺院、もともとは足利高氏の菩提寺、今の市役所の近く、小池中学校のあたりに邸宅があって、そのすぐ近くに東寺寺、これは東寺院と言います。東寺寺、院が、 寺と書く当時寺があったようなんですそれの別院として現在金閣寺龍安寺仁那寺等衣笠山の麓に3つの世界遺産が並びますがその素晴らしいその土地に東寺院という東寺寺の別院としてもう一つお寺が建立されたということなんです。ししかし後にこの 今のお池中学校、お池通りにあったという当時寺も、後にこの当人へと統合されて、以来、室町幕府の歴代将軍の菩提寺として、歴代将軍の冥福が祈られることになっていきます。現在も、ずらりと、 歴代将軍の木造が並び初代足利尊氏二代足利義明三代足利義満など室町幕府を作りました初代の尊氏はちょっとこう目はね垂れ目ですけどもカリスマ性ありそうなそのディリシー姿が木造として残されています。 一方、高氏の孫にあたるのが三代将軍。後の金閣寺を建立することになる足利義満。その木像を見ると、肩幅広く、あごひげを蓄え、背は少し後ろへと、上から下を見下ろすような、ものすごい威圧的な、 剛腕政治家と感じさせるような力強さがその木像に満ちているんです。実はこの当時に残る歴代将軍の木像は本当にその人となり、どのような人物であったのか、それを表すようなそれぞれ個性あふれる綺麗彫られた姿になっています。木像自体は実は 室町時代の後確か江戸時代になって彫られたということになりますのでえ当時の将軍たちを見てそれぞれ彫られたわけではありませんので生き写さまざまな文献や人柄を感じて当時の、まあ、仏像を彫る職人など、まあ、物資によっておそらく刻まれたんでしょう。 その素晴らしい彫刻によって人柄まで表された歴代将軍の木像が残っているんです。特に金閣寺を作りました三大将軍足利義満の力強い剛腕政治家のその雰囲気と一方銀閣寺を作りましたのは金閣寺を作った義満の孫にあたる八代将軍足利義政公で 吉政はもうほっそりとした顔で、もう明らかに文化人のような姿を表しているんです。豪安政治家三大将軍足利義満と八代将軍、日本文化の原点を築き上げました東山文化の象徴、銀閣寺の八代将軍足利義政ということで、祖父と孫というおじいちゃんと お孫さんなんですが全くね対局をなすようなその姿に金閣寺の華やかさと銀閣寺のわびさびのような静かな美しさ、まあ、この辺りが対照的に人柄からも感じられますその木造の是非三代将軍義満と八代将軍義政をご覧いただいたらと思います。ということで本日は。 ちょっと難しかったかな当人足利歴代将軍木造についてお話をさせていただきましたほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなります さあ、いよいよ6月も残すところ、明日土曜日、あさって日曜日ということになりました。日曜日は、名越の腹へ、皆月を食べて、血の輪をくぐって、半年間の罪、汚れを清め、無病息災を記念いただきたいと思います。そして、週が明けますと、もう7月です、皆さん。ああ、早いですね。ということで、土曜、日曜、 この2日間は少し昼夜ともに公演やツアーが入っておりまして、ライブ配信はお休みとなって、次回は7月の1日、もう暦が変わっていきます。7月1日に皆様と夜の7時を予定したいと思います。あ、夜の7時難しいかな。もしかしたらね、1日、夜がちょっと、レクチャー、 講義が長引けば、ちょっと7時難しいかもしれません。2日になるかもしれません。<laughs> ということで、また次回は7月に、7月に皆様とお会いしたいと思います。もう6月はこれが最後になります。7月にお会いしたいと思います。さあ、それでは、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉は、きっと、 もっと、京都を好きになる。この好きになる。届け、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を好きになる。 とということで本日は午後の3時からお届けしました。ラクビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ。さあ7月の2日火曜日は祇園祭りのくじ取り式の日にまたっています。夜にはこのラクビ京町屋から祇園祭りの特別公演オンラインで配信をする。 祇園祭特別講座もありますので、あお申し込み忘れていたという方はですね、もうインターネット上からの申し込みは多分終わっていると思いますので、あ、またいけるかな皆さん、お電話いただいても結構です。なんとかなると思いますから、ぜひ週明けの1日月曜日にお電話いただければ、2日のオンライン十分間に合いますので、ぜひ皆様のご視聴をお待ちしております。ということで、 次回は7月の1日もしくは2日にライブ配信でもお会いしたいと思います。それでは皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、ポチーン